絶画、式の試合どう見る？どう考えても余計に疲れる試合してる。何の真似だ、いきなりボール投げてきて。バスケしに来たんだろ、相手がいる方がいいだろうに。もうちょいで。自分の望む通りにしたる？そんなところで腐るやつやあらへん。邪魔だな。おう。なあ、列が、今回の試合どう見えた？式のだよな。ああ。なんか、すごく疲れる試合をしているように見えたよ。運動量も結構あったしね。そうか。監督と連子がデータを取りに行ってたよな。それ見せてもらうか。うん、ありだな。よっす。帰りかな。はい。ちょうど式の試合がどうだったのかなと気になってて。パッと出せると思うよ。なら今見てもいいか。うん、いいよ。なんか胸クソ悪いな。うん。なんか嫌だ、こういう試合。やっぱりさ、式動きすぎてるよな。うん。運動半端ないと思う。どのプレイにも確実に関わっている。しかもここ、味方なのにだよ。逆に退場レベルのプレイがなくてホッとするよ。ラフプレイもラフプレイなのに。先導してるのはこいつか。監督、この選手って動きからしてちゃんとバスケやってそうな気がします。何か知ってたりしませんか？この子は中学でも中堅から強豪のレベルのとこにいた選手よ。でも頭角を現すほどではなかったかも。まともにやろうと思えばちゃんとできるだろうに。さっき少しだけ式くんと話してきたの。そしたらね、権力とかね。自分は抑えるのが精一杯。そう言っていたわ。え、まさかだいぶ根が深い話になっちゃいますか？わからない。私も嫌だからさ、知り合いに調べてもらってるんだけど、内容によれば、動き方が変わっちゃう。クソったれじゃねえか。俺ちゃんと式とやりたかったのに。まあ、この後も試合はあるけど、今何かことを起こすのはまずいと思う。なんでこうなったかを明確にできないと手が打てない。じゃ、私らは一旦学校に行くから。絶がどうする？ああ、行くわ。ついでに練習しよう。今回もいた。式。今回も来たのな。試合だったから今日は来ないと思ってた。あれが試合なものか。ってのが正直な感想だ。そうかい。なんだよ、いきなりボール投げてきて。バスケしに来たんだろ、一人でやるのはつまんねえと思ってな。何、相手してやろうって。ここでの勝負、負けを食らってるからな。後悔しても知らんぜ。フルタイムで試合した後でもお前には負ける気がしない？だとこら、とっととやるぞ。じゃあどんだけ成長してるか見てやろうじゃねえの。なんか腹立つな。おい、そんなんでカリカリしてんなっての。言い出しってお前だろうに。だ、それはそう。はあ、さすがだな、あんだけの動きができるだけあるわ。サボってるわけじゃないからな。式、意外とお前気さくなやつなのか。だよ、そんなこと聞いて。俺と話すとき、謎にトゲトゲしてたろうよ。嫌われてんのかと思ったよ。ああ、無駄に目標高くて現実見えてないやつは嫌いだ。何気俺当てはまりそうだけど。じゃあ嫌いかも。あっそ。なんかの権力者が部活で悪さしてんのか。監督さんから聞いたか。まあな。もともと話さない一個上の人だった。インターハイで3年が引退。それと同時に監督まで変更になった。監督はもともと非常勤の先生で結構注力してくれる人だった。で、転校後の顧問がその一個上の部員の父親になった。で、その父親はちょっとした権力者。高校の委員会の会長をしてて、金銭面で結構貢献して、力が強いんだよ。それでバスケ部が犠牲にってか、なんでそうなった？バスケ部を自分の息子が頂点に立つような場所にしたいんだろうよ。反目したやつ、悲惨なことになってるしな。発展途上。要は下手の部類の奴らは役立たずの楽園を押される。部活を退部して、別のところでバスケをしようって奴も少なからずいた。その場所が全てじゃないからな。それで、とんでもない問題児だという、あることないことを良くすることで、そいつを受け入れないってわけ。だから、バスケができないんだよ。それだけであからさまに拒絶するってのか。
金まで掴まれてる、とかも。ありえるだろうな。大学の推薦も得られるレベルのやつが、そんな目に遭ってるんだからよ。よくそれで、その場にいられるな。勝利に貢献できると判断されてるんだろう。だから俺にはさほど強く来ていない。だけど、こんなポットでもクズのために好きなバスケを壊されるのは納得いかん。だから、ラフプレイでの怪我を最小限にしたくてあんな動きをか。一回の試合でよくわかったもんだな。まあな。お前は国体に出てないからいいか。ウィンターカップで俺と当たらないのを祈っておくんだな。お前のメンタル持つか。どうだろうな。また来る。普通にいいやつじゃねえかあいつ。結構仲間思い出しよ。こんなバカなことなければ、思う存分やれたかもしれねえってのに。金や権力があると、人間って歪んじまうもんかねえ。そんなの断じて認めたくねえけど。そろそろ、試合が始まる頃か。よし、今回もいいところ座れた。今回は誰か来てる。レッツガは学校で練習してから来るって言ってました。そっか、今回は。はてさてどうなることか。今回は確か、新鉄工が出場するなんて前代未聞って言われた彼らね。ここは純粋に興味しかないわね。あーやだやだ、前代未聞って言葉何度聞かされたことか。まあまあ、ここはアメリカじゃねえんだ。ハードルは結構低いだろうて。他の誰かが聞いてたら不謹慎とか言いそう。事実なんだからしょうがねえよ。ま、国体に出場してるところは骨があるやつばかりだから、ちゃんとやるけどな。とか言いながら初戦でなかったくせに。相当レベルで大事なことがあったんだよ。お前も知ってるだろ、四季高台のとこの。そうなの、そこ。あ、率直に言えば吐き気がするな。バスケの世界にシロアリが湧いた気分だ。土台を食らい尽くす的な意味でシロアリってか。好きに捉えな。ま、ここは確実に取るでしょうね。また決勝まで残りますかね。残ると思うよ。ライカ、ここにいたのか。どうしたんだ、国体始まってからなんかずっと考えてるみたいだが。始まる前からずっと考えとりますよ。今回の国体、ほんまにどうなるんかなってね。どうなるって、なんだよ、規模のでけえ話になるのか。なるかもしれへんし、ならんかもしれへん。なんかのトンチか。さあ、どうでしょうな。ああ、今日は引けた試合しかねえんだな。引けた試合だと、国体でか。耳障りなやつが来よった。昨日は大した潰しできなかったしな。引きお前のおかげでよ。言われた通り、勝ちに貢献しただけですが。俺の動きを邪魔して貢献だ、意味わからねえ。お前がバスケ下手だったらすぐ消してもらってたのに。なんだあいつ。同じチームメイトでしかも式に。目合わせ変更がええですよ。式があんなに言われるなんてな。何がどうなってんだ。ま、とにかくアップは済ませとけよ。全く同じチームメイトになんて言動だマジで。インターハイあんなんじゃなかったんにな。もうちょいや、もうちょいで言う通りにしたるで、高台。そんなところで腐らせん。望み通り、潰す。